皆さんこんにちは、リコです。令和6年度新たに住民税非課税になる世帯に対して10万円が支給されています。合わせて住民税非課税世帯に対する優遇措置についても解説いたします。新たに住民税非課税世帯となる世帯への給付金についてニュースなどで耳にしたことがある方もいるでしょう。ただし給付金には条件が設定されている場合があり、もらえると思って期待していたものの条件を満たしていなかったというケースも考えられます。また住民税の非課税世帯の方には他にも受けられる可能性のある優遇措置があります。本編では令和6年度において新たに住民税非課税世帯となる世帯や均等割のみ課税される世帯に対して実施される給付金制度について解説いたします。内閣官房によりますと、令和6年度に新たに住民税非課税や住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、日本政府は1世帯あたり10万円の給付金の支給を決定しています。また上記の対象世帯のうち子ども加算の対象児童がいる世帯においては、10万円とは別に児童1人当たり5万円を加算してもらえます。例えば対象世帯の児童が3人なら15万円上乗せされて合計25万円の支給額です。給付金の対象となる場合は、令和6年度分の住民税が決定された後に住まいがある市区町村から案内が届きます。支給時期は市区町村ごとに異なってきます。10万円の支給対象となるのは、令和6年度において新たに住民税が非課税となる世帯、または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯です。住民税は所得金額によって変動します。そのため収入の増減などにより住民税の課税状況が変わるケースがあるんです。例えば令和5年度においては住民税課税世帯だったものの、退職などを理由に収入が減った結果、令和6年度から非課税世帯になったり均等割のみ課税されるようになったりする場合もあるでしょう。今回の給付金はこのように令和6年度において課税状況に変化があった世帯を対象としています。内閣官房によりますと、給付金の支給対象となる給与収入水準の目安例はこちらの通りです。単身世帯で収入が100万円程度であれば住民税非課税、100万円を超えて115万円程度までであれば住民税均等割のみ課税となります。これらはお住まいの自治体によって多少金額が異なってくるため、あくまでも参考程度の金額とし、詳しくはお住まいの自治体にて確認しましょう。なお対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、前述の通り児童1人当たり5万円が上乗せされます。またこちらは対象外の世帯となっています。令和5年度の住民税非課税世帯向けの給付金7万円の対象世帯、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金10万円の対象となった世帯、世帯の全員が個人住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯、令和6年1月1日に国内で住民登録がなく住民税が非課税の世帯、租税条約により住民税を免除されている方を含む世帯、令和5年度に住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯向けの給付金の対象となった世帯は、このように今回の措置では支給されません。また特別な制度で非課税となっている世帯や年初に住民登録が日本国内にない世帯も対象外です。先ほどもお伝えしましたが、こちらの給付金も実施主体は各自治体となっています。住民税非課税世帯は給付金以外に受けられる可能性がある優遇措置があるんです。意外とたくさんの優遇措置があります。見ていきましょう。主な優遇措置の一覧がこちら。国民健康保険料が2割から7割の減免、 NHK 受信料は世帯の中に障害をお持ちの方がいる世帯の場合は全額免除、高額療養費の自己負担額の軽減、0歳から2歳児の保育料が無償化、高等教育の費用も全額から3分の1を支援、その他他にも予防接種費用の免除やがん検診費用の免除、冒頭でもお伝えしました非課税世帯等への給付金の支給対象になるなど多々あります。こちらも自治体により優遇制度が異なりますので、詳細については自治体のホームページや役所等で確認をしてみましょう。
こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。